何してるし、インタビューが35番、中原俊吾です。あー、まだ当たってない。はい、お願いします。バイ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 。ありがとうございます、すいません。じゃあ、吉松小学校でした。中原俊吾です。ありがとうございました。夢を届けプロジェクト、ワンゴール夢をお届けプロジェクト。明治安田生命 J3 リーグの公式戦でワンゴールを挙げるごとにボール5球を県内の小学校や施設に寄贈します。お届け先の決め方は特大鹿児島県地図ボードに、ゴールを決めた選手がダーツを投げて刺さった場所に一番近い小学校や施設へ、応援リーダー田中豊が全力でお届けというプロジェクトになっております。明治安田生命 J3 リーグ第7節、岩手クルージャー盛岡戦でゴールを決めてくださいました、こちらの選手に来ていただきました。お願いします。カミカミですね、今日も。よろしくお願いします。お願いします。鹿児島United FC インタビューダー35番、中原俊斗です。はい、中原俊斗選手来ていただきました。ありがとうございます。中原選手、はい、好きな食べ物は？パスタです。好きなスポーツは？ゴルフです。最近一番ハマってることは？ゴルフです。ベストスコアは？88。話は戻しまして、はい、明治安田生命 J3 リーグ第7節、盛岡戦負けてしまいましたけれども、はい、まあ、同点ゴール、それまでの試合何試合連続ってこう無失点の相手からああやってゴールをこじ上げた瞬間、鹿児島United FCとしてすごく気持ちが入ったゴールだったなって僕を見てて感じたんですけど、あのゴールをちょっと振り返ってもらっていかがですか？思いは、まあ、やっぱり負けてる状況でしたし、流れ自体は悪くなかったんで、なんとか後半の早い時間帯に追いつきたいなという思いもあって、まあ、自分も、まあ、チャンスがあったら本当に点取りたいと思っているんですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これからここにあるボードにダーツを投げていただいて、はい、行き先を決めていただくんですけれども、はい、今ね、こう何も僕言ってないんですよ。やらせても何でもないんですけど、ベズレー選手、ここが茅沼選手、このニサが米沢選手、そしてこのアクネシが中原選手、はい、でもアクネシ地元当てちゃったんで一回、はい、今回ちょっとどこ狙うかなっていうのが非常に見ものなんですけど、まあ、ダーツ非常にね、あの上手ではないかもしれないですけれども、前回の見てると中原選手、お願いします。はい、もう一回ですね、刺さらなかった場合も不快なんで、すいません、やべ、じゃあテイク2、はい、お願いします。はい、ちょっと刺さっちゃいました。お願いします。ギリギリいったぞ。どの辺狙います？ちなみに。ああ、まだ当たってない。はい、南九州とか日置とか鹿児島市とか指宿、はいはい、とか、はい、この辺をじゃあ狙い、はい、分かりました。じゃあ準備の方お願いします。はい、それでは中原選手、お願いします。はい、おお、湧水町、湧水町ということで、ここ狙うっつって、はい、こっち行ったね。まあでもね、これはガチンコなんで、はい、うん、これ湧水町、じゃあ僕調べますね、ちょっと、この刺さった場所に一番近い小学校発表してもよろしいでしょうか？はい、発表します。はい、湧水町吉松小学校に決定しました。吉松小学校、はい、知ってますか？初めて聞きました。僕ね、小学校の時何度か試合をしたことがあって、あ、まあまあ強い小学校でしたよ。はい、その吉松小学校にじゃあボール5球中原選手のダーツによって決定しましたので持っていきたいと思います。よろしくお願いしま す, お願いします。そしてなんと前回の藤枝前 FC 戦、その試合でなんと中原選手200試合達成しました。 J 通算200試合、はい、すごいですよ。だって僕 J 通算43試合ぐらいしか出てないですから、すごいことですよ本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。湧水町立吉松小学校の皆さん、おめでとうございます。明治安田生命 J3 リーグ第7節、岩手グルージャ盛岡戦でゴールを決めました。このボールを使って、たくさん遊んでください。鹿児島ユナイテッドももっともっと頑張って、皆さんを勇気づけられるようにしますので、応援よろしくお願いします。じゃあこのボールを今から扱っていくんですけど、じゃじゃん、中原選手が岩手グルージャ盛岡戦プレーしてた時の写真をワンゴールプロジェクトできたよっていうのが残るように、あちらに今からサインをいただいて、はい、はい、
はい、ありがとうございます、はい、いただきましたので、これと、そのボール、呼吸を僕は責任を持って、吉松小学校の皆さんに届けたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今回ね、ボール5球吉松小学校に持っていくんですけれども、はい、せっかくなんでちょっと一緒に行きます。そうですね。ね、はい、じゃあ一緒に今回行こうということで、はい、じゃあ例のいつも現役時代一緒にやってた、はい、ワープで行きましょうか。はい、せーの、よいしょよいしょよいしょ。あれ、中原選手、中原選手、ちょっと置いてきちゃいましたね。もうしょうがないんで、はい、今日は応援リーダー田中が一人でこちらのボール5球を子供たちに全力で届けていきたいと思います。今日お届けするのはこちら。皆さんもご存知、湧水町立吉松小学校の子供たちに全力で届けていきたいと思います。行ってきます。バイ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 。失礼します。失礼します。せっかくなので自己紹介をちょっとお願いします。はい、吉松小学校中川達也と申します。今日は宮城県庁 FC 田上さんからダーツの旅ではなくてダーツが本校に刺さったということでボールをいただけるということで大変ありがたく嬉しく思っています。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今回は中原修斗っていうキャッチャー、アクネー、はい、アクネー氏の、はい、彼が1回投げてここでやったんですよ、アクネーに、自分の地元に、はい、自分で1回目はここの刺さってないこの辺に狙おうかなって言って刺さったのはここだったんですよ。あ、はい、コントロールの悪さが逆にこう良かったというか、はい、何かのご縁だと思うので今日はよろしくお願いします。はい、今日はちなみにあの最長の子に、はい、5名5名、はい、あ、5名でいいんですか。はいはい、ユース一応でサッカー少年ながら、はいはい、そのメンバーに入ってる5年生の子が3名と他のまたチームでやってる子が、なるほど、はい、ここに5名いると。5名、はい、はい、じゃあ挨拶がいいね。じゃあ先生がいたらね、多分今から外でね寄贈させていただけるということなんで、もう待ってますよ、子供たちが。昼休みに、今日初めてじゃないですかね、昼休みにあの寄贈させてもらえる代表の生徒5名。こんにちは。こんにちは。いいね、挨拶が素晴らしい、いい大人になれるよ挨拶ができたら。こんにちは。何して遊ぶの今から。みなさんこんにちは。バイバー、元気がいいね。鹿児島でやっていってるし、このワンゴール夢を届くプロジェクトっていうのやってまして、はい、1点公式戦試合でゴールが入るとその決めた選手にここからダーツを投げてもらって当たった場所に一番近い小学校にボールを5個プレゼントするっていうプロジェクトやってで、今回中原修斗選手っていう背番号35番の選手が、この選手知ってるよな、まだしかもこれ最後のすごいでしょ。明治安田生命 J3 リーグ第7節の岩手グルージャ盛岡戦、ここで決めてくれてダーツ投げたら、ここに刺さった、どこが一番近いかなって全部調べたら、これ吉松小学校でした。ということで今から中原選手のゴールで生まれたこの5球をみんなにプレゼントしたいと思います。いいですか。はい、はい、はい、おめでとうございます。拍手。はい、どうぞ。みんなで仲良く遊んでね、はい、学校のお友達みんなで体育の授業とか昼休みとかみんなで仲良く遊んでください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、みんなで仲良く思いやりを持って遊んでください。いいですか。はい、はい、ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございます。中原選手のゴールでしょ。これから誰を応援するの。みんな中原選手です。ということで応援よろしくお願いします。Yeah.
ということで、ワンゴール夢をお届けプロジェクト、今回は湧水町立吉松小学校ということで、今回初めてお昼休み時間に寄贈させていただけるということで、ねえ、子供たちの元気すごいなと思いますね。まあ先生方もすごいけど、子供たちがね、生き生きと子供らしくああやってね、うわーって遊ぶ姿、こっちまでやっぱ元気もらえますよ。また次のゴールどこになるのか皆さんもお楽しみに。それではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。感謝。